久保さん、今の時代は「遊び方」というね <laughs> 動画でも再生数回せますからね昔ね久保さんの時代もあったと思うんですけどあの川で遊ぶ時に石を、ね、投げて水切りポン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 ,ポン何回いくかみたいなねこれねはじめ社長がねあの水切り1000回練習したらどれぐらい上手くなるっていうのを2年前にアップしてて200万回240万回回してますね で、検索ワードでも、水切り、スペース、やり方で検索さあのされてましたね。はい、水切り、あと、石、石とかね。コツとか。はい。そう。うん。あと、掃除の仕方とかね。<laughs> うんそう。昔の遊び方って多分、今、教えてくれる人いないので。うん。 り懐かしいっすね。よくや,やりましたね。うん、で今回はね、娯楽の語にしましょうか。うん、そのまあ、生きていく上で娯楽って必要なのかっていうと、どうですかね。まあなんか、そのまあ、遊ぶと娯楽似てると思うんですけど、娯楽。うん、なんか、あの、 昔からねお笑いってあるじゃないですか。吉本とかね。生きていく上で必要ですか吉本は。吉本劇場は必要ですか生きていく上で。多分生きていく上で必要なものってご飯だと思うんですね。うん。まあ最低限の本当に言ってしまえば水と水、水と食料だと思うんですけど。でも人間って生きていく上でいろんなものが多分必要だと思うんですよ。うん。まあ 極限に削ったら水と食料になると思うんですけどでもそれ以外必要ですよねうんなんかあの結構前の映像ですけども1ヶ月ももうねウクライナの戦争もあの1ヶ月続いてるんであれですけどなんかあの地下で逃げ込んで避難してる人の目の前でちっちゃい子供がね歌って勇気づけて なんかあのそれがみんな笑顔にしてましたけど、うん、あの雪穴歌ってましたね雪穴、うん、歌って必要ですか生きる上で多分必要なんでしょうね勇気をもらったりとか元気をもらったりとか、うん、この人間の難しいところっていうのは精神があるのでその精神を安定させる精神をこの心地よくするとか その精神の栄養みたいな、うん、あの体のその栄養以外にはこれなかなか見えないんですけど感動するとか勇気をもらうとか元気をもらうとか可愛い,いなとか綺麗だなとかなんかそういうのも僕は必要だと思うんですねじゃあそれを得るためにはどうすればいいのかっていうと まあ例えば吉本劇場行くにしてもおわ笑いたい面白いの見たいお金かかるしね、まあ、結局その娯楽には金かかるわけですよ <laughs>、うん、だから娯楽は不要なのかっていうと不要だったら反映しないはずなんですよね多分お笑いとかも多分ずっとやってるじゃないですか多分お笑い僕ねお笑い最強だなと思うのが消えないんですよねだからご飯と一緒ぐらいですよね 飯も消えないですよね。だって必要だからでもそれと同様に何十年もお笑いで続いてるじゃないですかうんそうそのテレビが普及してうーんまあテレビが普及する前は劇場ですよね劇場に通ってみたいな話だったんだけどもなくならないですよねなんかこう不思議なことでだ笑いって必要なんだなみたいな うんかお笑い僕ねある時ねそのお笑いって最強だなっていうのはすごく感じましたね、うん、人を笑わせることた楽しませることっていうのはすげえ結構最,最強のビジネスモデルだなっていうでしかもそのねコントとかそのなんだ漫才とか道具別に必要としないじゃないですか喋りだけですよね まあもちろん小道具を持ってねコントする人もいるんだけども基本的に漫才ってそのスピーカーの前でねマイクの前で、まあ、まあ基本ベースですよ基本的な漫才って2人いてねマイクの前で2人でこうあだこうだ喋るってツッコミと落ちあのなんだ落ちみたいな,なんかその、ね、ボケ役とツッコミ役がいてみたいな話で落語なんかは1人でこう喋ってると思うんですけどねうんだからまあ何も 持た,ずね、ただスピーカーの前で喋るだけで金稼げるところすごいことだなっていうのはね昔感じたことあるんですけど、うん、なんか世の中で必要なものって何なのかなって考えると何をマスターした方がいいのかっていうのを感じますよね、うん、僕もその今動画やってますけどもそのやってることっていうのはマイクに向かってなんかあだこうだ喋ってるだけなんですよ でこれで僕は飯食ってるんですけど今、うん、何も必要ないですよねまあこれはちょっと機材は買ってますけどねでも別に iPhone だけでもいけるし、うん、だからもう裸の王様じゃないですけどうーん自分が持ってるもの喋れるであるならば喋るっていうものが武器になるっていうねだ手持ちのカードですよね牧場長者合宿の言葉で言うならば 手持ちのカード喋れるよねっていうその喋りを磨くってことですよね、うん、だから、ね、娯楽って多分ね必要なんで、うん、レジャー娯楽レジャーとかねまあ今度来月はゴールデンウィーク入りますけどみんなレジャー行くでしょうねレジャー行くでしょうね娯楽 <laughs> 必要ですよ、うん、つまりお金も必要と